トップはほとんどの UNIX 系オペレーティングシステムにあるコマンドで自動的に更新されるプロセス一覧を作成する。デフォルトではプロセスは CPU 使用率の順に並べられ CPU 消費のトップグループだけを表示するタスクマネージャーである。トップは CPU やメモリの使用量に加え実行中のプロセスに関するその他の情報も表示する。一部のバージョンでは 項目や相当方法など出力内容について広範なカスタマイズが可能である。トップコマンドはその時点でどのユーザーやプロセスが最もシステムリソースを消費しているかわかるためシステム管理者にとって有用である。出力はテキストファイルにリダイレクトすることもできる。プロセスのリアルタイムでない一覧取得については PS を参照。トップコマンドは VMS オペレーティングシステムのモニタプロセス、トップクップーコマンドをヒントとしている。トップの最初の実装は、1984年4月に、ライス大学の大学院生、ウィリアムル・フェーブルによって、BSD4.1 用に作成された。これは、BSD ライセンスの下で、オープンソースプロジェクトとしてリリースされ、多数のプロプライエタリな BSD およびユニックス。 オペレーティングシステムに含まれることとなった。トップは他のオペレーティングシステムへの移植や別のライセンスとするために幾度か再実装されてきた。X では1999年に X4.3 においてトパスと呼ばれる強化版のトップが導入されている。Linux 用の最初のトップはロジャー・ビンズによって実装された。最近はジェームズ・シー・ワーナーによる フルカラー化された実装が一般的で、これはプロクップスパッケージに含まれている。トップの一部のオプションを示す。D、更新間隔を指定する D スズ TTU、指定した実行とかユーザー名にマッチするプロセスだけをモニターする u サムバディ。ありがとうございます。